翔ちゃん、あのね。もしかしてあなたは。ついにまたこうしてあなたと出会えるなんて、まさしくこれは奇跡、運命的な巡り合わせね。こっちこっち、ガレージだよ。へい、カモンカモン、入って。どう？見てみて。月曜は搬入で、期間は日曜まで。千早の駅ビルの中にギャラリーとかのスペースがあるんだよ。そこでやるの。利用したことある？市営だよ。だから賃貸料の方はかなりリーズナブルな感じ。正午も何かの時に使ってみれば。なんでもいいじゃん。ミニコンサートホールとかもあるんだよ。ショーゴはみんなに見せたいものとか、披露したい特技とかないの？気楽に考えればなんかあるでしょ。例えばコレクションとかないの？こだわって集めてるものとか、世の中にはユニークなもの集めてる人っているよね。ショーゴはその手の趣味は？ほらほら、恥ずかしがらずに言っちゃいなよ。
ちょっとぐらい変態チックなものでも私平気だよ。そういうのは割合と汚いたちなの。もうとぼけちゃって平気平気。私実はかなり変態チックなものでも全然 OK だから、テレゾンに本当のこと言っちゃえって。ごまかすの下手。ザックバランに腹を割ろうじゃないの。私って変態も大好きだから、そんな気遣いもいらないって。だからショーゴのどんなとこ見たって、私はショーゴの友達絶対やめないよ。趣味とかなりわいで人を判断しないたちだからね。失礼。ショーゴ、イサコの名前いつ知ったの？イサコって誰に対してもあんな感じだよ。うん。わからないの。昔は普通に接してくれたんだけど、ある頃から突然ね、あんな風にイサコは変わっちゃったの。これでもちっちゃい頃は私たちすごく仲が良かったんだよ。本当の姉妹みたいにすごく仲良しだった。血は繋がってないけどね。イサコはね、ママの再婚相手の娘だったの。あの頃が一番幸せだったな。私ってそれまでママしかいなかったから、イサコと今の父が増えて4人で一緒にこの家で暮らし始めた時、すごく毎日が楽しくて、こういうのが家族っていうんだなって、そう本当に思ったよ。でもさ、そんな時もすぐ終わっちゃった。私のママが死んじゃって、あ、ごめん、なんか変な話してるね。うん、今でもはっきり覚えてる。病院のベッドの上でママは言ったよ。悲しまないで。この試練によって私は何もかも全てを許されるのよ。だから悲しむことなんて何もないのよ。ママはそう言って私たちに笑ってみせた。あの時子供だった私はそんなママの気持ちが分からなかったから、不安が急に大きく襲ってきて、行かないで、置いていっちゃやだって泣いてぐずって大人たちを困らせちゃった。そしたらママも本当は行きたくないよ、ナユと離れるのは悲しいから、でもね、神様が呼んでるの。そう言ってママは目に涙をいっぱい溜めた。それでも私に微笑みかけてきたんだよ。彼女は立派だ、私の誇りだ。
父の言葉が未だに耳から離れない。正吾、うん、昔の伊坂に戻ってほしい。小さい時みたいに二人で楽しくやっていきたいよ。そこの君は午前くんでも午後くんでもなくって、正吾くんよ、小読みったら。正吾くん、どうしたの？しっかりして。貧血かな？熱射病かもしれないわ。みんな揃ってるな。と思ったら知らない男が一人。お、山下 2.5 号。この子はナユの彼氏で正吾くんっていうの。小読先輩、違うって。あ、業務連絡、業務連絡。ただいま鳴海邸にて不審な人物を1名発見。二十歳前後男性。今から捕獲に挑む。至急応援部隊を。山下 2.5 号、正吾くんは不審者じゃないわよ。もうすぐナユの彼になる人なの。千鶴先輩、違うって。
まさしく見るからに怪しげな人物が1名。よし、ミヤコ、挟み撃ちにするぞ。分かってるな。できれば生きたまま確保するんだ。イエスサー。2名では無理だな。ああ、業務連絡、業務連絡。ただいま鳴海艇にて不審な人物を1名発見。20歳前後男性。今から捕獲に挑む。至急応援部隊を頼む。ミヤコ、だから翔吾くんはナユの将来の彼氏で、不審者なんかじゃないよ。それはおめでとう。そうなの。めでたいめでたい。ああ、業務連絡業務連絡。祝杯だ。鳴海亭に集合。何？聞いたことのない難解な言葉だな。それは伝染するか。つまり未成年ウイルスの感染ケースには飛沫核があるのだな。恐ろしい。おい翔吾、これから5メートル以上離れているように。息はするな。ごめんね翔吾、気を悪くしないで。多めに見てやってよ。根は気のいいやつよ。あのいびりには焼き餅が入ってるのよ。山下 2.5 号はナユのことお気に入りだったからね。え、そんなことないよ。翔吾くん、頑張ってね。あたしたちは翔吾くんの味方だからね。何かあったら連絡ちょうだい。相談に乗るから。